はい、どうもこんにちは。アプリブゲームズ編集部のササモンです。最近はスコアの停滞っぷりが激しくて、ゲームを進めていても全然上がらなくなってきたんですよね。実は完全無課金でやっているんですけど、ダイヤが1万個以上も溜まってしまいました。ということで今回の動画は、このダイヤを全て使いながら停滞したスコアを上げるために何をするべきかを解説していこうと思います。ダイヤを使ったスコア上げの中でも特に優先度が高いのが乗り物とコアの2つになります。この2つはスコアがすごく上がりやすいので、ある程度までは一気にダイヤを使いたい場所ですね。特に乗り物は強化方法が進化と塗装、あと改造の3種類があって、スコアの伸びしろが全強化要素の中でもトップクラスに大きいです。スコアを上げるには必須レベルとも言えるので、まだちゃんとやっていないという人は必ずチェックしておきましょう。では実際に強化を進めていきます。まずはコアから。レベルいくつまでダイヤを使うべきか悩みどころなんですが、レベル9まではダイヤの効率がとてもいいので、全てのコアがレベル9になるまではダイヤを使っていくのがおすすめです。レベル8のコアを9まで上げるには、レベル5のコアが8個、ダイヤ384個分が必要になります。コアのスロットは全部で16箇所あるので、全てのコアをレベル8から9まで上げるには合計で約6000個のダイヤを使います。全てのコアをレベル10まで上げるとボーナスが発生するんですが、レベル9から10まで上げるのにダイヤがプラスで1万個以上も必要になります。レベル9以降はコアのレベル上げに必要なダイヤの数が一気に多くなるので、無課金の場合は後回しで OK です。次は乗り物を強化していきます。スコアが上がると解放される乗り物は、製造するとスコアが約380アップします。ただし素材を買うのに必要なダイヤの数が多いので、他の乗り物の強化が進んでいないという場合は後回しでもいいでしょう。乗り物を強化する時のおすすめの手順はこちら。必要な素材が少ない改造を最初にやってから、スプレーの消費数が少ない塗装、その後にランク B の乗り物を A まで進化させるのがおすすめです。改造する乗り物は魔導電動装置の消費が1個のものを選んでいきます。装置はダイヤ約200個で買えて、スコアが120も上がるのでお得なんですが、コインを大量に使うので注意が必要です。スプレーの消費数が少ない塗装はストームとスケボーの2つ。乗り物のランクが低いうちは塗装の種類も少ないですが、先にやっておきましょう。塗装が終わったら乗り物の進化に移ります。進化をするときはランクが B の乗り物をランク A を目指して順番に育てていけば OK です。進化で増えるゲージが偏ってしまった場合は、一旦進化させるのをやめて別の乗り物に切り替えるのがいいかなと思います。乗り物全体を均等に進化していけば無駄なく強化できますね。全ての乗り物を A まで進化できたら、また塗装をしていきましょう。その他の強化についても少しだけ説明します。装備の付属についてはスコアは上がりやすいのですが、オレンジくらいまではダイヤを使わなくても強化アイテムを集めることができます。なのでダイヤを使う優先度的には低めでも OK です。また貯めたダイヤを仲間ガチャで一気に使うのはあまりおすすめしません。試しに主力の仲間をスコア3500の星5キャラから1万の星6キャラに変えてみても、プレイヤーのスコア自体はプラス200ちょっとくらいとそこまで上がらないんですよね。なので確実にスコアが上がるものを優先するのがいいでしょう。以上でダイヤを使った無課金プレイヤー向けの強化方法の解説は終わりです。今回の動画では約1万個のダイヤを使ってスコアが5000近くもアップしました。無課金でも毎日コツコツとダイヤを貯めていけば、なんとかスコアを上げていけるのではないでしょうか。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。